エイレ・エンリケ・アドリアンサ・パルマは、ベネズエラのミランダ州、グアレナス出身のプロ野球選手。MLB のアトランタ・ブレーブス所属。かつて、シカゴ・ホワイトソックスの選手、監督だったオジー・イエンはオジに当たる。なお、エヒレ・アドリアンサは、英語では、エイレ・エドリアンザが、より近い発音で、スペイン語では、エイレ・アドリアンサが近い。また、エヒレを、 アーリーと呼ぶ場合もある。愛称はガレネーロ。サンフランシスコジャイアンツ時代2006年4月26日にアマチュアフリーエージェントでサンフランシスコジャイアンツと契約してプロ入り。契約後、参加のルーキー級ドミニカンサマーリーグジャイアンツでプロデビュー。十四試合に出場して打率。五十六七打点、三盗塁を記録した。二千七年もルーキー級。 ドミニカンサマーリーグジャイアンツでプレーし、66試合に出場して打率、241、30打点、23盗塁を記録した。2008年はまずルーキー級アリゾナリーグジャイアンツでプレー、15試合に出場して打率、255、1本塁打、6打点を記録した。7月にはトリプル A 級フレーズのグリーズリーズに昇格し、2試合に出場した。 9月から A-9 セイレムカイザーボルケーノズでプレーし1試合に出場した。2009年は A 級オーガスタグリーンジャケッツでプレーし117試合に出場して打率258日本塁打、46打点7盗塁を記録した。2010年は A 級サンロゼジャイアンツでプレーし124試合に出場して打率256 三本塁打、三十五打点、三十三盗塁を記録した。2011年は A 級オーガスタでプレーし、三十八試合に出場して、打率、231、三本塁打、17打点、三盗塁を記録した。6月下旬から A 級三のゼでプレーし、56試合に出場、打率、30、三本塁打、27打点、5盗塁を記録した。 2012年3月10日に40人枠入りを果たした。シーズンでは A 級リッチモンドフライングスクールレルズでプレーし、127試合に出場して打率、223本塁打、32打点、16盗塁を記録した。2013年は開幕を A 級リッチモンドで迎え、73試合に出場して打率、242本塁打、 23打点、11盗塁という成績で、7月にトリプル A 級フレーズのグリーズリーズに昇格。45試合に出場して打率、310、12打点、6盗塁を記録した。9月3日にメジャー初昇格を果たし、9月8日のアリゾナダイヤモンドバックス戦でメジャーデビュー。2対2の延長11回裏にヘクター・サンチェスの代走として起用された。 アンヘル・パガンのサヨナラアンダで生還し、チームは3対2で勝利した。9月22日のニューヨーク・ヤンキース戦では6回表にアンデ・ペティットから初本塁打を記録した。この年メジャーでは9試合に出場して打率、222、1本塁打、3打点を記録した。2014年は途中出場での起用が中心ながらも開幕戦からベンチ入りするなど、 前年から出番を大きく増やし、53試合に出場した。打率237.5打点を記録したが、本塁打はなかった。守備面では一塁手を除く内野の全ポジションを守り、二塁手の25試合が最多であった。7月25日に右ハムストリングの針で故障者リストに入った後は、復帰しないままシーズンを終えた。2015年4月5日に、 ディーフとなり、4月11日にマイナー契約でトリプル A 級サクラメントリバーキャッツへ降格した。6月30日にケイシー・マギーのディーフに伴ってメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。2017年1月24日にニック・ハンドリーの獲得に伴ってディーフとなった。2017年1月31日にウェーバー工事を経て、 ミルウォーキーブルワーズへ移籍したが、2月2日に、ヘッス・アギラルの獲得に伴って、ィーフとなった。その後、2月6日に再びウェーバー工事を経て、ミネソタツインズへ移籍した。2020年オフの10月28日に、FA となった。2021年1月26日に、アトランタ・ブレイブスとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。 3月26日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。ありがとうございます。